井戸ヶ谷事件の跡地図井戸ヶ谷事件は、江戸時代末期の1863年10月14日に、現在の神奈川県横浜市南区井戸ヶ谷下町山、付近にあたる武蔵区に倉木郡井戸ヶ谷村あざかの前で、起きた上位派の老子による、フランス人主観殺傷事件。横浜距留打の警備のため上海より呼び寄せられていた、フランス陸軍アフリカ領不評を第三大隊所属のアンリカミュー少尉と、 主官二名は、小戸が谷宿に向かうため城場で井戸ヶ谷村に入った、ところを、老子三名に襲撃された。先頭にいたカミューは死亡した。同行した他の二名は逃走し命に、別状はなかった。神奈川武行並、郷原伊三郎は、捜査を開始したが、フランス公使ド・ベルクール及び、フランス海軍提督ジョレスには、犯人逮捕は難しい旨が報告され、 襲撃した犯人は不明のまま逮捕されなかった。ベルクールは事件の解決と謝罪のため、フランスに特使として、外国奉行、竹本忠しみを派遣することを、徳川幕府に進めた。12月、幕府は横浜佐幸の交渉を行うために、外国奉行池田町発ら34名からなる横浜佐幸断判施設団を派遣。翌年3月、 施設団はフランスを訪れ政府に事件を謝罪すると同時に19万5千フランの扶助金を遺族に支払い事件は解決したが、左行の交渉は失敗に終わった。カミュの遺体は横浜市中区の横浜外国人墓地に埋葬されている。イギリス士官アーネスト・サトウは1866年に表した英国作論においてこの事件に触れ、 1863年9月の節外は現在は大訓政府に知れながら彼らは主人の威力をもって刑罰を逃れた。ゆえにこの条約は国家を制御することができないものと結んだということだと書いた。この記事が国内で広く読まれ倒幕運動や明治維新のきっかけの一つとなった。事件の現場から北西におよそ109メートルの位置にある 井戸ヶ谷下町32-1の更新塚に井戸ヶ谷事件の日が混流されている。1988年11月1日に井戸ヶ谷事件の後として横浜市地域史跡に登録された。ありがとうございます。